皆さんこんにちは。日本に住んでいる韓国出身ケイジャジマです。今日は最近どういう風に過ごしてるかお話ししたくてカメラをつけました。子供たちの夏休みが始まりまして、大変ですね小学生男の子2人2歳の男の子もう戦場です。はい。あとご飯ね、1日3回作るのって主婦の方はね皆さんねすごくわかると思うんですけれども大変しんどいです。はい、はい、で今日も朝はもういつもと同じ時間に起きて4時ですね、4時に起きて和食作って食べて、昼はそば食べて、夜はラーメン食べたいって言ったので台湾ラーメン食べたんですけど、麺ばっかりやん夏は麺が多いですよね、楽だから。でご飯3回作るの大変ですね、本当にね。主婦の皆様お疲れ様です。あとパパたちもね、お仕事ね、お仕事を夜遅くまでね、お疲れ様でございます、本当に。はい、みんな大変だね。でもちょっと今日楽だったのはパパがいなかったから、ドイツがね、ドイツ行っちゃったの。待って、こうやって言うと分からないですよね。主人がドイツによく出張に行くんですね。なんでニックネームがドイツになっちゃったんですね。それは、いとこのゆいちゃんっていう女の子がね、いいね、ドイツドイツって言うようになって、そこからニックネームがドイツになっちゃったんですね。ドイツこれやって、ドイツ抱っこしてとかね、それでドイツになっちゃって、だからなんかうちの家族の会話では、ドイツ昨日ドイツ行ったよとか、ドイツいつドイツ行ったのとか、ドイツいつドイツから帰ってくんのみたいな会話が普通になってますけど、他人が聞くと分かんないですよね。え、何みたいな。ニックネームがドイツです。昨日出発したかな、うん。でパパはなんか精進料理みたいな、すごい和食、もうザ和食っていう感じの食事が好きで、ヘルシーな食事が好きで、冷凍食品食べません、ファミレス行きませんみたいな、そういう人なんですよ。なんで食事がね、やっぱりパパがいるとどうしてもピーマン炒めたりナス焼いたり背中もでちょっと大変ですけど、今日パパのご飯は作らなくてもよかったんでちょっと楽だったんですね、正直申し上げますと。はい。でナスあれ油泥棒ね、すっごい油吸うからね、どんだけ吸うだ、もう足りない、まだ足りないってまた入れてね。前コストコマーシーとあや子と行った時に、あれでっかい、あれ買えばよかったと思って、あれ買ってね、マシと分ければよかった、どこに置くだっちゅうね、置く場所ないわ、もうナス料理すると油がねすごいいるんですよね、すぐなくなっちゃう。ナスは焼かなくても、よかったんですけど、そうですね、やっぱり夏休みは大変ですね。子供がずっと家にいるとちょっと耳がねすごい痛いです。なんかやかましい騒がしいので耳がすごい休まらないというか、なんで昨日久しぶりにお仕事があって、なんかお盆休みずっとお休みして、で久しぶりに仕事行ったんですけど、耳がすごい平和でした。すごく昨日楽しかった、すごく良かった。で、うん、あと授業でもちょっとギャグやったんですけど受けたもんで、すごい嬉しくてね、何しに行くだって話ですけど、授業中にやっぱり皆さん眠くならないようにちょこちょこっとこうギャグを入れたりするんですけど、学生さんはすごく喜びます。なんでちょっとね、ちょいちょいちょい入れるようにしてるんですけれども、昨日受けたしそれで嬉しくってすごく良かったですね。で今日家にずっといるんですけど耳が痛い。あ、でも午前中ねベビープール行ってきました。でお盆明け長いお休みの後やっぱり泣きますね。今日グズグズの子が多かったです。三男も最初大丈夫だったんですよ、車乗って普通にこうやってね、朝10時に昼食べて、早いっちゅうね、そば10時にね、上の子も今食えるって言ったもんで、みんなで10時に昼食べて、それからプール行ってきたんですよ。でプール普通に入ってもなんか全然グズグズじゃなかったんで、いつものように入れるかなと思ったら、いきなりそのお尻消毒してから入るんですけど、ちっちゃいねお風呂みたいなのがあそこ入ろうとしたらなんかくっついてきて、うん、やだやだみたいな、なんでなんでなんでどうしたと思って、なんか嫌な予感がしたら、やっぱりね、もう泣きました、号泣。でもそういう時はね、しょうがない、もう M 先生に任せるしかない。M 先生すごい優しいんですけど、
M 先生ね、泣いてる子抱っこするとすぐ泣き止むんですよ。もう子育ての経験もある方ですし、長年プールでね先生やられててベテランなんですよね。なのでもそういう時はママは早く消えてあげる、それが一番いい。なんか初めてのねお子さんでね、もう離れるのかわいそうだから、うんうんうんってやってるともっと泣いてもっと食いついてきて、ママってなるので、先生もどうしたかなイブちゃん、え珍しいじゃん、先生はいどうぞすいませんみたいな、で渡してママって言ったけど、すぐもう知らん顔して出ていきましたから、悪魔です、はい、そういう時はねさっと消えてあげた方が早く落ち着きます。まあ諦めますのでね。なので30秒ぐらいうわーって聞こえたんですけど、うん、泣いとるなと思って、でも30秒したら泣き止みまして、もう元気に遊びました。いつものイブちゃんに戻りました。あと三男がイヤイヤが始まりまして、ここ 2,3 ヶ月すっごいひどくて、なんかあの人切り替えるんですよね。なんかよそ行ってレッスンとか受けるときはすごいいい子、なんかパッと切り替えてしっかりやるんですけど、家にいるときにちょっと眠かったり気に入らんかったり体調悪かったりするとグズ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 がひどくて、あとやっぱり 3番目の子ってわがままになりやすいよっていう話をよく聞いたんですけど、本当です。本当にね、やりたい放題、自分を可愛がってくれる人がいっぱいいるから、うちだとパパ私お兄ちゃん2人、面倒見のいいお兄ちゃん2人いるでしょ、で隣おじいちゃんばあちゃんいるから、まあこうやってねみんなやってくれるから、すごいわがままでやりたい放題で、なんか車に乗ってどっか出かける時も自分で乗れる、別にいいんだけど、うん、あどうぞどうぞみたいな、で待ってあげるんですね。でチャイルドシート乗ります、うーん DVD 今日はトーマスがいいんだけどみたいな、で行って、いいよいいよいいよって合わせてあげて、ほんでまた降りるとき自分でやるから触らないでみたいな、あわかりましたわかりました、はいはいはい、でやって、で車乗るときにその助手席に誰が座るか後ろに誰が座るかっていうのを指定するんですよね。ほんで、あ助手席今日お兄ちゃんみたいな、隣はあのほっちゃんみたいな、ほんでまた今度帰りは、あ違う前ほっちゃんいて隣ジオがいいみたいな指定しやがって、でその通りにやらないとギャーやるので、もううるさいから、もう嫌だから、みんなあやあやあやみたいな、お兄ちゃんたちも座ったのにまたわざわざ変えてあげたり、お兄ちゃんたちすごい協力してくれてね助かってますけど、みんな大変です。しかも靴下を1日3回変えるんですよ。ふざけるなっていう話。朝なんか愛媛のみかんの靴下履いて、で昼出かける時にトーマスがいい、あでも朝これ入ったか、なんか説明すると、ああいいよいいよみたいな、うるさいからもういいよいいよみたいな。お兄ちゃんの時はそういうのなかったんですけどね、ズボンを選ぶのもなんかこのズボンはダメでこれは良くて、穴開いてて捨てたいと思ってたズボンがどうしてもいいって言ったりとか、 T シャツもなんかこれじゃなくてオレンジがいいとか、もうなんか1日何回買えるのみたいな、洗濯も多いんだけどみたいな、1日3回回してるのにあんたのせいで4回になっちゃうじゃんみたいな、もうこのやり取りを1日何回もやってるんですよ。2歳3歳の子育ててる方、私の気持ちめちゃくちゃわかると思うんですけど、どうしようもないことで怒る、もうそれを慌てる、顔怒る、もう私も元気な時うーんって合わせるんですけど、もう疲れて特に昼食べてお皿洗い終わった後の顔やばいです。ここまで降りてるから、ダークソク10センチここまで黒いからね、最初ポープルだよ、最初ポープルだけどだん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 黒になってくるから、死んでる顔で、こうなってる時にもうあーいやいややられると思う、もう寝よみたいな、もう大変です。あのいやいやが始まってちょっと大変なのと、そうですね、それが大変なんですけど、でも嬉しいこともありました。安城市がですね、子育てをしている家庭に1人1万円分の商品券を送ってくれたんですね。地元なんだったっけ、地元応援券っていうね、1000円のやつが10枚入ってる商品券なんですけれども、これはやっぱ安城市が安城市の子育て世帯にプレゼントをしてくれるっていうやつで、で地元トクトクって言ってね、でここに使える店が載ってるんですね。あのレストランとか布団屋とかもいろいろあります。
美容室もあるしいろいろあるんですけど、ここにあるお店、うん、ここに載ってるお店でこれが使えるんですよ。お釣りが出ないので、もし2300円だったら2枚だけ使って300円は現金で払うっていう感じなんですけれども、うち子供3人いるから3万円分いただきました。ありがとうございます。本当にね、夏休みは食費がすごいんですよ。子供がね、昼も食べるから給食学校で食べないので、本当に食費がすごいかかるんです。すごい助かるんですよね。しかも地元トクトクって言って、例えば ABC っていうレストランでこれを使ってご飯を食べますね。で食べたら、これを使った人にハガキをくれるんですよ。そこにお店の住所とか名前がこう押された、ハンコが押されてて、でそこに私の住所を書いて切手62円分だったかな、62円分の切手貼って郵便ポストに入れます。それで抽選があって当たったら、さらにこういう肉とか商品券もさらにプレゼントしてくれるんですけど、私これ前もやったことあるんですけど当たりません。私こういうのなかなか当たらない人です、ですのであんまり期待はしてないんですけれども、なんか当たるかもしれないから、家に切ってあるしと思って2枚送りました。当たるといいですね、なんでこれがねあるのですごい嬉しくて、ちょっとねお寿司屋さんでもこの前使ったんですけど、でもねその後ドイツの一言がちょっとね、あっってなったんですけど、みたいな、でなんでかというと、パパ3万円来たよ嬉しいって言ったら、パパがあそれ使わんでって言って、えなんでって言ったら、あだってほうちゃんさ来年中学入るじゃん、だから制服が高いから、その制服買う時使ったらってガーンみたいな、でも高いかもしれんけどこれ期限あるじゃんね、1月まで。パパに言ったら1月に買えばいいじゃんって言うけど、そんなさずっと置いといてもさ、だってさちょっと楽しいじゃん、ちょっとレストラン行って食べて、あとお弁当も取れるしピッツァも頼めるしさ、これでちょっと楽したいじゃん、せっかく市がくれたんだから、奥さんどうぞってくれたのに。制服って、だから私は今ドイツがドイツ行ってる間に子供たちとピッツァ頼んでお弁当も買いたいと思います。ですので、こちらねすごく助かるのと、あとチェルルーめっちゃあるでしょ、めっちゃありますよね、はい。これは何かというと、安住氏がまたですね、もうコロナで今経済的に大変だからかもしれないんですけど、安住氏のね皆さんのためにこう使える店は一緒、はい、これを商品券っていうのを販売してまして、1万円で1万1000円分入ってるんですよ。だから1000円お得なんですけど、しかもこれはこれ市がくれた、子育て世帯にくれたのは地元応援券だから個人店しか使えないんですけど、これは7枚はその個人の店で使えるやつ、後ろの青いやつがついてるんですね。青いやつが3枚ついてて、これ大型ショッピングモール使えるんですよ。アピタとかね、あと杉谷局とかね、そういったチェーン店でっかい店で使えるんですよ。これありがたいよね、これがね誰しも買えるわけじゃない、じゃなくて1万円で1万1000円分入ってるから1000円お得じゃないですか。で1人3万円分まで買えるんですね。で買いたい人がいっぱいいるから、まあ とにかく欲しい人はまず応募して、でそこから抽選して当たった人だけはがきが来ます、連絡が来ます。でドイツの名前で1個と私の名前で、私が両方ね2人のやつ応募したの、2人分応募したらなんと2人分当たったじゃん、すごくない？私の友達みんな落ちたよ。去年もドイツ当たったじゃん、ドイツすげえよ、ドイツ去年も当たって今年も当たって、私初めて当たりました。それでね6万円分買ったのよ。で前は公民館に行って抽選で当たった人は券が送られてきて、その券を公民館に決まった日にちの時間、決まった日にちと時間に行けば公民館にそのスタッフがいて、そのスタッフにお金払って買うっていう感じだったの。だけど変わりまして、コロナで多分その接触を避けたいんでしょうね、コンビニ払い。 ありがとうございます。私もいつでも自分が行きたい時間に行って買えるやん、だからコンビニで切ってすぐ買いに行きました。それで6万円分ありますね、これね。それでこんなに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 あるの、なんかすごい嬉しい。だから今月クレジット代がちょっといいつもよりすごく減るんじゃないかなと思って嬉しいです、なんでこれで
ご飯も食べてアピタで買い物もして杉谷局でおむつも買えるやん。お休みマンこれこれこれ、そうだからお休みマン買いに行きたいじゃん。だからすごくありがたいなと思って、で昨日から仕事がねまた始まったのですごく嬉しくて、でまた今週もね仕事があるんですけれども、なんかやっぱり子育てと仕事どっちが楽しいって言ったら仕事かもしれません。仕事の方が楽です。子育ては本当に大変で、私上の子2人いやいやあんまりなかったんですよ。次男はまた時々ねクッキーがいいとか、まあ、そういう時あったんですけど、緑がいいって言ってなんか緑にハマった時期があって、緑の T シャツユニクロ行って緑の T シャツを持って離さないんですね。もう安いし買ったろうと思って買ってあげて、で 緑のスニーカーも緑、何もかも緑、うん、どうぞどうぞみたいな、まあ、そういう時期はあったんでそんなにひどくなかったんですよ。三男と比べたらもう全然可愛い方で、三男ひどい。前もなんかプールでギャー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 なっとって、なんか水着が気に入らないとか言って、カカカカカ言って魂がどっか行っちゃってこうなってたんですよ。こうなってたら先生が助けてくれて、先生3人ぐらい来て助けてくれて入れたんですけど、ママ友がすごい遠くから見とって、なんかめっちゃ笑っとって、で終わってから今日本当しんどったねって、うん、見たでしょあの暴れた、見たでしょ、もう最近私無理って言ってね、まあ、でもママ友とちょっとそういった会話をするとまだちょっとねちょっと良くなります。ドンビョンサンニャン、うん、それはあれじゃないよ、永久死の分들다아시잖아요그만。2、3歳一番大変です。私すごく苦手です、2、3歳の子の子育て。私0歳はすごい上手いんですけど、0歳の子は自信ありますよ本当に。ギャーッとないもんか、もうね抱っこしたり腰は痛くなるよね、ここ腱鞘炎になったりね、もうそれは大変だけど体は偉いけど精神的には全くストレスなかった。だけど2歳3歳は、あの長男の時は2歳3歳の時もメンタルやられることもなかったです。に次男からちょっとあって、三男やばい、もうマカチョマジマカチョマジひどい、もうほんとしんどいです。なんでちょっと来年4月から本格的に保育園入るので10月申し込みがあるので早く10月が来てほしいです。あとね夏休みの宿題の話なんですけれども、やっぱりコロナでね、去年コロナ初めてパンってなった時に春3ヶ月ぐらい学校に行かなかったじゃないですか。なんで子供たちも大変だから夏休み宿題なしだったんですよ。でも今年はある、でもまあ多くはないんですけど、習字ポスターか読書感想文とかは自由応募でも自由研究はやらなきゃいけない、あと日誌ね。なんでまだまあそんなに多くないからいいんですけど、いいとこはね全部やらなあかんだって、読書感想文習字ポスター全部。ちょっとやめてください、この時期ですから、こんな時期ですから、ちょっと子供も大変ですから、ちょっと親も大変です。もう読書感想文なんかで、ね、1年生2年生に書いてって言ったら、はい何々読みました面白かったです終わっちゃうもん。で親の宿題です。ですからちょっとコロナのこういう時期はね宿題本当に減らしていただきたい。であと私の友達に聞いたらね、そこは日誌はやらなきゃいけなくて、あとの宿題は自由研究も習字もポストも全部含めて1個だけ好きなの出してみた、最高じゃんと思った、超羨ましいんですけどみたいな、なんか学校によっていろいろ違います。でもこういう大変な時期はちょっと子供にも負担を減らしていただきたいですね。うちの子は自由研究今日やっと終わりました。宿題がなくなったわけですから遊びまくると思いますね。マイクラにハマってまして、マイクラが大好きで、うち長男はこうドドドドドとかこういう系は好きじゃなくて、なんか作るのが好き、折り紙とかね、こう作るのが好きだから合ってると思うんですよね。だからマイクラの戦略本を買って研究してノートに書いてマイクラを頑張ってます。でもゲーム持ってないんです、うちゲーム1台もないんですよ。どうやってやるの。いとこと友達が来た時、友達の家に行った時に一緒にやるんですね。でもコントローラーは買ってあげました。コントローラー買ってあげたのにゲーム買ってあげないの。はい。그렇게아들이ゲームを좋아하는데사주고싶으면마음안들어요。コントローラーマン사주고안듭니다。うちの子なんか一個ハマるともうゴーって言ってもう最後まで行っちゃう人なんですよ。やばいんですよ。集中力がすごくて。折り紙も一回作り出すと7時間動かないでずっとやるんですよ。ゲームを一回ハマったらあの子もうやばいと思って、友達もゲーム買ってあげて
もう切れて1日こう親がこうアプリでね何時間やったかチェックしますよね。1日8時間もう親切れてパッキーみたいな、よく聞くんですよね。うちの子も絶対こうなるので、いや多分1日に1時間って言ってもそういかないと思う。だからうちはもうゲームはなしで、友達といとこ来た時は OK みたいな、そういう風にやってます。あとうち長男の話なんですけれども、折り紙能力試験1級資格取りました。写真出てますよね、はい、あとバッチ、マスターバッチありますね、はい、小学1年生の時から、折り紙協会っていう東京にあって、まあ、資格取るといいなと思って、結構上手だったんで、なんか形になるものがあるといいなと思って、本人好きだし、で本当は折り紙教室みたいなのが安城にあったら行かせたかったんですけど、ネットで検索したらほとんど平日10時半とか公民館でやるみたいな、学校があるから行けないじゃないですか。だから小学生のための折り紙教室っていうのがなかなかないし、なんか子供のためにやってるっていうのはレベルが低すぎて長男には合わない。だからこうネットでこうやって見てたら、折り紙で資格取れるんだと思って、それを知って見たらどうって言ったら、やりたいって言ったんで、そこから年間9000円の年会費を払って、でそうすると月1回本が送られてくるんですね。でその本を見て折り紙を折って段ボールに入れて送ります、東京に。で先生が見て、これはこうしてください、これはこうするといいですねみたいな添削の手紙が来てっていう感じで、あの資格を取っていくんですけど、最初は先生からなんかこれはもうちょっと丁寧にこうした方がいいよみたいな手紙があったんですけど、もう1回目3回目からは完璧です完璧ですみたいなメッセージしかなくて、上手にやっていて、年に2級ずつ取ってたかな。10から始まってレベル1は高いのが1級なんですけど、19取って2年生の時に8、7みたいな感じで取っていて、今1級取りましたので嬉しいです。もうな本当に大人教えれるぐらいのレベルになってたので、あの根気と集中力がすごいなと思って、感心しております。なんでもおめでとうと思ってね、 その折り紙の資格を取ったお祝いっていう意味でも、明日ねこれを使ってケチ商品券使って祝うんかい。はい、ケチママですから、なんで、商品券を使って美味しいのを食べさせてあげたいと思います。抹茶ソフトクリームを買ってあげました。主人公はカメラに出るのがあまり好きじゃないので出てないですが、美味しく食べてました。デンジャブン사람여기하나있네요。南山園の抹茶アイス、すっごくすっごく美味しいです、大好きです。なんでそういういいこともありました。そうですね。ですので、まあ、私は仕事がある日は三男一時保育預けて仕事して、仕事がない日は三男連れてプールに行くっていう感じですね。あと小学生はまあほったらかしですね、まあ、遊んでくれと勝手に、家でなんかコナンの漫画読んだりとか、デュエマやったり、ゲームないですからねやることないからデュエマカードやったり、今日はラキューやってましたね。こういうふうになんか恐竜作ったりとかね、もうなんかいろいろ作ってました。あとこれ可愛いですよね。これあのうち家を建ててくださった大工さん親子なんですけど、お父さんと息子さんね、2人で1年かけて家を建ててくださったんですけど、そのお父さんがね、私すごい可愛がってくださってね、すごいあの家族ぐるみで付き合いがあって仲良くさせていただいてるんですけど、そのちょっと梨を届けたんですよ。梨を届けに行ったんですけど、これプレゼントだよって言って、なんかよくくださるんですよ。ネックレスとか木のネックレスとか全部手作りです。こうね、パチンなんですけど、なんかちょっと髪の毛がこう、私くせ毛なんで、こう家事やってる時邪魔になるんで、こうやってピッてね止めると、楽ですしね、木ですからすごい気持ちよくて、イライラする時これを触ってちょっと落ち着いたりします。あの子育てしてるとすごくねイライラすることが多いんですけど、もう忍耐なんですよ。イライラした時にちょっと解消できる何かがあるといいですね。私の友達の場合はなんかここまで来たら冷凍室の中に頭突っ込んでカーって一回叫んだりします。あともう一人は化粧好きなんで、子供が寝てからフルメイクをちょっとやったりとかね、それでちょっと気分が良くなるみたいで、あともう一人はチョコが好きなんで、子供寝かしてからコーヒー飲んでなんか美味しいチョコを食べて癒されるみたいな、そういうの一個なんか自分のために一個こう楽しい子、ネイルやったりとかね、ネイル好きな子はネイルをやってみたりとかね、そういうのやるといいですね。私はちょっと最近これがイライラすると別の部屋にちょっといて深呼吸やってからこれをこうちょっと触ってるとちょっと落ち着きます。その後かき氷ね、抹茶味のかき氷に牛乳入れて食べるとちょっと落ち着きます。はい、
そんな感じですね。今日は、ちょっと夏休みでなんかコンテンツとかあんまり考える余裕もなくて、ちょっと近況トークをやってみました。この動画楽しかったよ、これからもまたおしゃべりしてって思った方はいいねを押してください。여러분항상영상봐주셔서감사드리고요광고도많이봐주시고요항상댓글남겨주시는분들너무너무감사드리고요좋은여름잘보내시고냉방병코로나조심하시고항상건강하시고그럼우리다음시간에만나요안녕